はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、新パックで登場した無限軌道、このモンスターたちをねご紹介していきたい。これめちゃくちゃ強いんですよ、無限軌道。残念ながら無限軌道っていうのはエクシーズモンスターがいるんですが、そいつらがリンクモンスターっていうなんかテキストが書いてあってデュエルリンクスにまだ来れないっていうね、残念なそういうね事件は起きてるんですけども、ロックアンカーとちなみにハーベスターがとか、あと上級のね無限軌道来たんですけど、こいつらはめっちゃ強くて、ちなみに、汎用地属性機械族のモンスターといっても過言じゃないんで、僕は OCC の方ではアンティークギアデッキと、それから、列車デッキに、全部3積みします。はい、ちょっとハーベスター入ってないんですけど、ロックアンカーは全部3積みします。そんぐらい強いカードってことです。でこれ何するかっていうと、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、手札から無限軌道ロックアンカー以外の機械族持続性モンスターを守備表示で特殊召喚する。これ特に縛り書いてないんですよ。しかも効果無効になんないし、だから例えばアンティークギアリアクタードラゴンとかも出せるんですよね、出そうと思えば。あとマシンナーとかね、あの辺も全部出せるんですよ、守備表示ですけど。でこれで今日は何をやっていくかっていうと、ちなみに、2番の効果でこのカード以外の自分のフィールドの機械付けモンスター対象を取って、そのモンスターとこのカードのレベルがレベルを合計したレベルになるよっていう効果も入ってるんで、例えばレベル4のモンスター、例えばロックアンカーで、ガジェット特殊召喚したらガジェットの効果起動しながら、レベル4みたいでランク4っていうエクシーズもできますし、レベル4じゃなくてレベル8にして、レベル82体でエクシーズランク8っていうのもできるんですよ。これほんと器用で、このモンスターめちゃくちゃ強いですね、はい、で、何と組み合わせるのが一番いいのかなって思った時に、やっぱその特殊召喚した時に効果が発動できる、モンスターが一番いいかなと思ってるんですよね。もちろんアンティークギアとかアンティークギアリアクタードラゴンとかと組み合わせてももちろん強いと思うんですけど、今日はガジェットと組み合わせて、ガジェットビートしていきます。罠ガジェってやつですね。で、イエローガジェットとグリーンガジェットとレッドガジェットをぶち込んでまして、これでロックアンカーとかの効果で、イエローガジェットとかグリーンガジェットを特殊召喚すると、手札が1枚増えると。普通にね特殊召喚して、カードを1枚サーチできるので増える。でさらにその2体でギアギガントクロスを出せば、またこれで手札増えるんで、次の後続を確保することができるんですよ。ガジェットとロックアンカーもう1枚持ってきてギアギガントクロスで、次のエクシーズ召喚も担保できるっていう、これがね本当に強いですね。でロックアンカーとか、あと今回ハーベスターも入ってるんだけど、このハーベスターはねレベル2の機械属持続性モンスターで特殊召喚に成功すると無限軌道を1枚をサーチできるっていう効果を持ってます。で、こいつらをそもそもサーチできるカードがあって、これがこれですね、ヘビーフォワード。これ発動時の効果処理、演武天気みたいな感じですね。演武天気です、はい、無限軌道版演武天気。これ発動時の効果処理として無限軌道持ってこれるんで、ロックアンカーか、ハーベスターを持ってこれると。でこれめっちゃ強いのはランク6出せるんですよ。ロックアンカーで、ハーベスター特殊召喚できると、ハーベスターの効果でなんか特殊召喚成功した場合に無限軌道を持ってきながら、こいつらがレベルが4と2で足すと6じゃないですか。だから、ちなみにハーベスターも同じような効果持ってて、2体のモンスターのレベルを同じにするよって思ってるんですけど、こことここでランク6ができるんで、リンクスってランク6めっちゃ強いんですよね。例えばエクサビートルからのライオンセバスとか、フォトンストリックバウンサーとかトレミスとか、このねランク6が本当に強いんですよ。だからランク4もランク6も使える、要は一番強いリンクスで一番強いランク帯のモンスターを使いこなせるっていうことで、さすがに強いですね。ちょっと生放送、今回対戦は生放送の切り抜きになってるんですけども、使ってみた感じめちゃくちゃ強かったです。で、難点としては魔法トラップカードがバランスよく来てくんないと、ちょっとモンスターだけではね、ランク6立てれば別ですけど、ランク4だとあまり制圧力がないので、ランク4立てる場合は、月の書とか、デモンチェーンとか天罰とかを引いていきたい。で一見するとガジェットって、召喚して手札増えるんで、1枚手札を捨てるカード、例えば天罰とか因果切断とかサンダーブレイクとか、そういうカードは強いんですが、それを入れすぎるとですね、どんどんアドバンテージを失っていくことになって、自力になっちゃうんで、あんまりね捨てたくないなと思って、天罰はさすがにカウンタートラップでめっちゃ強いんで入れてますけど、ここはデモンチェーンとか月の書とかにお任せして、天罰だけで、一応手札コストも補っていくっていう、そんな感じのね、魔法トラップカードの採用になってます。まあ、ここもうちょっと魔法トラップ増やしてもいいのかもしれない、やってる感じ。うん、まあ、これのバランスはちょっとまだ調整中っていう感じなんですが、やってることマジ強いんで、うん、本当に強いロックアンカーは。これはね、3枚集めておいて今度損ないカードだと思いますよ。はい、個人的にはね。早速デュエルやってみましょう。デュエルサバイ。さあ、先行で罠構えられるのが強いんだよね。スキル根性にしましょう。あ、これもね、いや、ある、これも強い、普通にこれも強い。まずヘビーフォワードを外すと、ヘビーフォワードの効果によってデッキから無限軌道ロックアンカーを手札に加えていく。そしてこれマジ強いですよ、やってることで。ロックアンカー召喚するじゃないですか。でロックアンカー効果でグリーンガジェット特集で、グリーンガジェット効果発動して、レッド持ってきながら、ここでギアギガントクロスをバチコリと出していくと。はい、でバチコリと出していく。でギアギガントクロスの効果を発動し、オーバーレミットを使ってまた次の後続のモンスターを持ってくると。これ手札減ってないんですよ。モンスター出て手札減ってないんですよ。でヘビーフォワードをこいつの下に重ねるとってやると、はい、でこれでデモンズチェーンとかも捨てられるようになると。セットでセットや。これどう強くね。これまた次ランク4できますからね。ランク4もランク8もできますからね。今これでシンクロフライトコントローリングはいいわ。このようなんかレギュレーションありますか。いや、特にないですよ。特段ないっす。はい、俺が新パックの、カードを使ってるってだけ。今のところストライカーリョワウルフリョ了解。でリミッター解放ね。リミッター解放 OK でスターガーディアン回収。ここデモンズチェーンぶちかましてもういいのかな。考えまーす。月章打ちまーす。一旦月章打ちまーす。これでシンクロして一回かますのをちょっと一旦ケアしまーす。でワウルフいいでしょう。 OK です。さあスターガーディアンが裏側になって困りましたね。キューティーさんどうしますか。カタパルトドラゴンいいでしょう。カタパルトドラゴン召喚剣は使いましたね。召喚剣は使いましたといったところ。特殊召喚メインページの発動、これチューナー以外のモンスターはもう出せませんね。これね、これデモンドチェーンぶちかましちゃっていいんじゃないですか。出てきたやつを縛りつけるのは割とあるので、どうすんだろうこれ。ちょっと一回通すか。一回通そう。はい、ジェットファルコン剣でうんこ投げつける効果持ってるんだ。こいつなうんこ投げつけ効果持ってる。 OK でスターガーディアンはい OK でうんこ投げつけ効果いいよ。でこれ大事でしょ。一応特殊召喚できるっていう効果一応あるけどね、確かっていう。だからターン終了。あれそんなクソダコ展開してていいんですか。僕のデッキのパワーしていいんですか。無限軌道ロックアンカーを召喚でロックアンカーの効果発動でロックアンカーの効果でレッドガジェットを特殊召喚。そしてレッドガジェットの効果発動。レッドガジェットの効果によってさらにおっとワールフが出てきた。いいだろう、よろしい、問題はない。ワンキル取れないくせになこれは。はいでNR をしたところで、アドバンテージ稼がれそうだし、あ、8シンクロができるのか。なるほど、8シンクロは来るかもしんねえってことだな。なるほど、ちょっと考えましょう。8シンクロ、なるほどな。サイファー出してもぶん殴っても勝てないし、サイファー殴ってもぶん殴って材料叩くできなら勝てないし、まあこれは普通にデッドレイシーン出してぶん殴りに行くのが正解か。デッドレイでぶん殴りに行くのが正解だな。こうだな。はいはい。でデッドレイシーンの効果によって相手のモンスターを除去したいっていう効果を発動します。はい。で効果使いません。あ、そう。じゃあ両方ともぶん殴って、で効果発動、はい、でもう一回無限起動かなどんだけ無限起動する。はい。でこれでまた次のターンの素材が確保できた。でバトルフェーズ入る。これ両方ともこれいったらきついでしょ。スターガーディアンもう相手だいぶこれでいいでしょ。こうでしょ。これでもあれ何もいけんでしょ。スターガーディアン3枚入ったやつないでしょ。はい。これでいいんだよ。でワーウルフが持ってきてもいいよ。ワーウルフが持ってきてもいい。僕のデモンド知恵2枚が抜けるんだったら抜いてみな。これがアドバンテージの差ってやつよ。あ、スクリューサーペントいいだろ。あ、あいいよ。よろしいよろしい。何を特殊召喚しますか。何を特殊召喚してもいいですよ。はい。おっとジェットファルコン、なるほどいいよ。はい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 、いいよ。さあ何が飛んでくる。でこれレベル6のシンクロもできますし、レベル7のシンクロもできると、ブラックローズドラゴンとか飛んでくる可能性がありますと。はい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 、いいですよ。ブラックローズ効果発動しますか。ああ読んでました。はいデモンズチェーンではい読んでました。デモンズチェーンです。やばい、時間がないです。時間がないです。まずいです。さあどうしますか。ジェットファルコン君が残ってますね。この人はモンスター効果が、おっと新境フライトコントロールいいだろ。おっとストライカーを何に変えていくんだ。さあ変えていくのはギアゾンビ、なるほどギアゾンビ。ギアゾンビを特殊召喚していく。はい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 、オーケー。でハーチシンクロ、はい OK。 ハマちゃん OK。 ハマちゃん OK。 バトルフェーズ OK。 デモンズチェーンこれが遊戯王デュエルリンクスってゲームなんだよ。わからしてやる。おいおい、なんでもいいんだこれ、これでいいか。はい。でこいつはなんとね打点ね1800あるんですよ高いっしょ。高いんですよこいつの打点高いんすよね。おい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 やば強、このデッキ。あ、やっぱほんとデモンズチェーンとかいうから強すぎなんだよねほんとに。効果無効攻撃できないとかもうあれ変えてことおかしいから。マインドスキャン、マインドスキャンでーす。あなたの腕を見せていただきます。行くぞ俺のターン、頼むぞ。モンスターをモンスター効果やばい、モンスター爆誕した。召喚に成功したらこれ何。できたらポンポ以外の獣族レベル2モンスター裏返し無表示とか、なるほど。でケルベラル、やべえ、なんかすげえ強そう。やべえ、何そのこの伏せカードやばすぎない。ちょっと待って、ロックアンカー召喚するしかね。ロックアンカーの効果発動。やばい、3伏せはさすがに3伏せは怖すぎ。絶望の3伏せ。レッドガジェットですけど、でレッドガジェットの効果いやーこれむずいけど、これさすがにこのまま殴った方がいいんじゃないの。スタンスはエクシーズしてさしょられんのやだよな。ああ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 ひどいよ、ひどいことするな。エンドでーす。猛突進猛突進は強い、さすがにやばい。猛突進猛突進ね、オッケー。猛突進猛突進釣り天井、オッケー。猛突進猛突進釣り天井了解した。これはうっけよう、別にいいや。猛突進猛突進釣り天井、いやマジでやばい。相手のセカードが強すぎる。まあここはゆっくりゆっくりいくしかないね。でロックアンカーはちょっと温存して一旦獣族がいなくなるのを待つしかないから、まずこれ1枚ドローするんだっけな。なんかね強いんだよねデッキもの。なんかね1枚ドローするんだっけ。ドローしねえか。レッドガジェットを召喚してとりあえずレッドガジェットの効果でこれこのまま殴ろう。だからあこれ釣り定常ですね。あそこ見えてしまっていることが逆に恐怖、で多分ここ猛突進なんですよね。猛突進、まあ一応アドバンテージ稼ぐ能力がこっちの方が高いてるんで、まあこれで、まあ、ゆっくりゆっくりしょれればいいから。でバトルフェーズ入ったら多分ここ打つしかないでしょ。多分打つしかないで、相手は獣を破壊しながら確か相手のなんかカードをデッキバウンスになる。はい、自分のフィールド上の獣族を1体リリースして、あ選択して破壊しながらフィールド上のモンスター1体選択してデッキ戻すといいよ。レッドガジェットはデッキ戻るの逆にいい、逆にね。でエンド、まあ、ゆっくりいきましょうよ。これあれだな、さ爆発的な、やばだよね。俺これ入ってると思ったわこれ入ってると思ったわ、マジでこれ入ってると思ったんだよな。まあ3体特殊召喚ですよね、獣族をデッキから、はい好きなだけ出せると。いややべえな、これバックアドバンテージを相手も稼いでいく。1枚が3枚にバカドウで、レベル2がめっちゃ出てるかな。キャシー、はい、キャシーキャシーキャシーユニフォリア、キャシーユニフォリアメルフィーか、はい OK 了解。で相手ここ釣り天井と猛突進だったな。でユニコール OK、 ユニコールはもう釣り天井とあれなんで、ここデモンズチェーンでいいですね。これデモンズチェーンでいい、デモンズチェーンでいい。でこれで無効化される OK よし。で打たざるを得なくすればいいんですよ、やつの猛突進を打たざるを得なくすればいいから、まずとりあえずロックアンカー召喚でロックアンカー召喚。グリーンまだ生きてるのかな。グリーン生きてるからイエローを出せばいいのかな。イエローを出せばいい。イエローを出してグリーンを持ってくればいい、こうでしょ。でイエロー効果でまた、グリーンを持ってくる OK、信号機を揃った、信号機は揃いましたと。で猛突進を打っていくと、はい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 。でユニコールとどれですか。早くないですか、言うて早い気しますよね。まあいいや、これでとりあえず俺はターンを終了していかざるを得ない。はいであそこ釣り天井ですね。あそこ釣り天井いいじゃん、いい試合。なんか遊戯王してるなんか遊戯王してるぞさあ癖カード光るか、砂時計チェック、光るの分からんな。まあとりあえずちょっとロックアンカー召喚するわ。ロックアンカー召喚効果そこらしとかではない、あと何が残ってんだ、どれが残ってんだ、ちょっと待って見るわ。緑が、いってて赤を持ってこれればいいから、グリーンか。だからグリーン特殊でグリーン効果赤持ってくる OK でギアギガントクロスかな、カナディアね OK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  よし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 、いいだろう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 、全然いいぞ。でここでギアギガントクロス、はい、よしこれで釣り天井しかないな、相手釣り点しかねえ。でギアギガントクロス効果でもう一回ロックアンカーでいいかな。これロックアンカーでいいな、ロックアンカー墓地から回収でもいいかもしれないな。でバトルフェーズ入る。で釣り天井が1枚捨てられてると。オッケー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 。遊戯王だよこれは。 This is 遊戯王。今めちゃくちゃ遊戯王してる。よし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 。で、釣り天井があるんですよね。釣り天井があるんですよね。釣り天があるんで、まあ、これはだからハーベスター持ってきて、で反転する、でセットしてこのまま殴る。これでどうすか。はい、おい誰やお前、誰やねんお前。デッキからコルダーの生き単体以外の獣族レベル2モンスターいた特殊化するのに強えな。ちょっと書いてあることなかなか耐久してくんじゃねえか。やるな。やっぱガジェットってやっぱ面白えな。やっぱ遊戯王だから、ガジェットってなんか遊戯王だからめっちゃ重いっていうことは言っとくわ。はい、バレリホーンで OK でこれぶん殴る。でエンドフェイズ。よし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 。であれは釣り天井、あれは釣り天井。よし OK で砂時計チェック、砂時計チェック。光りますか。光りません光りません光りません。なんだったらもう一体展開する必要性もあんまないかな。このままバトルか。このままバトルで。よしオッケー。いや今遊戯王してるな今。さあこああ信号機揃った。信号機揃うのマジ弱え。手札に信号機揃う反応マジ弱え。信号機揃う反応マジ弱え。弱えゲボゲボ弱え。マジやべえ助けてくれ。これはマジでやばい。やばいやばい。信号機ビートが起きそう。マスターデュエルでカウンターゲートやば。マスターデュエルで相手がソリティアしてる間にリンクスもできるから最高。確かにそれはそう。まとめサイトマスターばっかでリンクス記事が全く出てこなくなった。まあそうだよね。まあ人口が違いますからね。マスターデュエルやってる方の人口がね。はいトフェニードラゴンあれなんかやばそうな匂いすんな。トフェニードラゴンも出てくるデッキはログラデッキじゃないぞ。やばいんじゃねえか。でトフェにあやべえなこれやべえな。これ破壊するカードはあのねもう分かった。これ破壊するカードはちょっとかました方がいい。これもう打っとこ打っとこ打っとこ。これで、こいつの効果を発動させないスタイル。これでどう止まるんじゃない。これ結構止まると思うんだよね。あ止まんねえや。あ止まんねえや。あ止まんねえ。あえやば。やってることやば。待ってでも知らない。耐えたえ俺はモンスターを特殊召喚。ご覧に入れましょう。モンスターをなあこの最強デッキおかしいだろ。強すぎるだろ。なんだこのデッキふざけんなよ。うわなあこの最強デッキ。